こんにちは、大崎純也です。東京に着きました。しばらくは家に入れないというか、まだ家が決まってないので、しばらくはホテル暮らしです。でね、まあ、たまたまホテルの近くに練習場があるので、ちょっとそこまでね散歩していこうかなと思います。ちょっと行ってきます。はい、ここが最寄り駅の下落合駅というところですね。まあおそらくここから練習場に行くことになるのかな。はい、じゃあちょっとこっから歩いていこうと思います。まあそうですね、東京はやっぱりあったかいかな。富山が寒いんでね、寒さはあんまり感じないですね。いや、寒いねなんか新しい環境に行くのが全然嫌いじゃないし、やっぱりワクワクしますね、新しい環境に行くのが。こういう部分はやっぱり僕の強みなのかなと思います。一番今やってて困るのが自撮りをしないといけないっていうね。いつもなら名カメラマンがいたんですけど、それがいない今自分でやらなきゃいけないということですね。これも経験かな、経験ですね、強くなりますね。まあそれかカメラマン募集しますなれるかなそのうち。まあでも瀬川和樹は、ノリノリでした。 YouTube やろうと。はい、なのでこれからおそらく瀬川和樹、僕のチャンネルに多く出現すると思います。レノファ山口栃木 SC のサポーターの皆さんは必見ですよ。まあそのうちね、いろんな選手であったり会社の人とかも、出てくれればいいなと思ってます。あの新しい環境に行くのは嫌いじゃないんですけど、人見知りなんで僕どっちやねんってね。まあでも本当人見知りなんで、やっぱちょっと慣れるまで、瀬川和樹一択かなって思ってます。はい、あ、着きましたね。そうこうしてる間に最寄り駅が下落合で、徒歩10分圏内ですね。下落合練習場、下落合練習場っていうのかな、練習場があります。着きました。わかるかな、外からしか見えないんですけど、人工芝で、照明がついててって感じですね。あの富山との違いを言えば、周りにたくさん高い建物があります、はい、ここで僕は今年命を懸けて戦います、頑張ります。そして僕がこうやって一人で撮ってるところを、おそらく瀬川和樹が裏の裏として僕のことをこれからも撮ると思うんで、皆さんよろしくお願いします。
はい、てな感じで練習場まで来ました。初練習場ですね。僕は今年命をかけてクリアソン新宿を前に進めていきます。そして大崎純也も前に進んでいきます。ワンちゃんが、はい、ということで頑張ります今年で。まあ今こういう状況なんで、まあサポーターの方とかね、ファンの方とかとはなかなか交流できないですけど、また交流できる日が来ると信じて、発信していきたいと思います。カメラマン募集しましょうかね。あとなんかこういうの見たいよとか、こういうのやってほしいよとかいう、企画等々受け付けておりますので、皆さんよろしくお願いします。しばらくね、こう僕こうやって自撮りで撮ってるんで見にくいかもしれないんですけど、そこはお許しください。それでは皆さん、大崎純也頑張ります。バイバイ。